ってしまうの？意外に早く来たわね。嬉しい誤算よ。呼び捨てにされたのなんていつぶりかしら。本当に悪いと思ってる？であれば罰として、今後は私のことを呼び捨てでお願いね。久方ぶりだから呼び捨てにされる気分をもう少し味わいたいの。ついでに敬語もやめておく？あえて噂になるよう歌ったの。ヴィルフレド・ディオンを招き寄せるために。無自覚のうちに働く術だから感づくはずもないわ。疑問に思わない？あなたは秩序を乱す存在であると認識されたはずなのに、私が何もせずに返したのは。さてと、そろそろ本題に入りたいし、種明かししておくわ。天使の歌声を聞いたという話を耳にすると、特に疑問には思わずその真相を確かめたくなる。そういう暗示をかけたの。では無駄話はここまでにして、ユイドラを視察する過程で気になった点があるから、あなたにその意思を尋ねるわ。東西南北から文化が流入している、ある種の特異点であるユイドラ。人間以外の種族も受け入れてしまうあたり、随分と物の考え方が寛容になっているようね。ただこのように開放的となった直接的な要因は、成長の著しい交渉、ウィルフレド・ディオンの功績が大きいと聞いたわ。これらについてあなたはどう考えているのかしら。あなたは私の忠告をまるで耳に入れていなかったようね。そぐわず秩序を乱す者は魔術によって支配するのが一番簡単。ミサンシェルでかけた暗示なんて時期に等しいもの。少し力を出すだけで
あなたはこの通りになるよ。かわいい声ね。ねえ、私のしもべになった。今回はここまでにしておくわ。人間が伝説と吟じる私の歌、いかがだったかしら。秩序に沿って行動してこそ正しき道を進める。こうなった責任を取ってユイドラを元に戻す努力をしてはどうかしら。隔てを失えばいつか破綻を期すわ。今回は警告だけにとどめておくわね。ただし二度も会わないようにと願った私が、あなたを呼んでまで解剖したように夢忘れない。ウィル、何があったのですか？エリザス・レイン様と、ではこの体の震えは。無理をして歌に抵抗した後遺症が震えとなって現れているのでしょう。よく休むのを前提として一両日中には完治します。時期が来たのかもしれません。まずは復調することに全力を注いでください。話はそれからでも遅くありません。このような時期にそう嘆いても仕方ありません。あなたに考案した幻覚性物品と捕獲用道具を一組として各交渉に一定数作らせています。もちろんあなた自身も例外ではありません。きちんと作ってもらいますので、そのつもりで。
メロディアーノ、出ます。楽しいことあるかな。
最後の組が撤退していきました。それじゃあいよいよ私たちの番ってことね。あれ逃げるんじゃないの？戦うの？私たちまで逃げたら追ってきた雷竜に全員やられるぞ。
いても完全には避けられんか。何よ、さっきから人を見下すようなことばかり言って。
早馬による報告を受けてすぐに指名手配しましたが、未だ捕らえるには至っていません。雷竜襲撃の元凶が商人ガンツであるという話、その詳細を尋ねたくあなたを呼びました。ヘマ山脈にて何を知ったのか、一言一句漏らさず報告してください。卵ですか。人では及びもつかない地を持つ竜が言うのであれば間違いない情報でしょう。ことはユイドラだけでとどまりそうにありませんね。各所にもガンツ捕獲の協力を願い出ておきましょう。雷竜討伐はなりませんでしたが、収穫はありましたね。あなたを含めて討伐隊への報酬は後日お送りします。一刻も早く解決に向かうよう、今しばらく交渉官のために働いてください。